と、リリリリ今回は島村で、リミはしーちゃんの服買って、リミ違う。しーちゃんはリミの洋服を買って、お互いに洋服を買ってみました。はい、ということで今回はですね、お互いの服をね、選んで買ってきたので、今回はそれを紹介していきたいと思います。お互いの好みを考えながら、ね、選んできたと思われます。ながら。じゃあ全体的に、しほちゃん、りみちゃんの好きな服はどんな感じの服？これジュレてる。どんな感じの服ですか？ね、りみのコーデはですね、あの、りみはよく、今日もなんですけど、長いスカートはズボン履いてるイメージが多いので、確かにロングスカートに上は合わせました。はい、上はあっさりですね。上はなんかしーちゃんの好みで合わせちゃった。あのロングスカートに合う上がなんか私の好みっぽいの少なくて結局私の好みの上にしました。ね、はい、じゃありみちゃんはしほちゃんどんなことを考えながら選びましたか？しほちゃんのしーちゃん服の題名がしーちゃん。しーちゃんどういうしーちゃんっぽい服。あ、しーちゃんっぽい服、なるほど。しーちゃんが好きそうな服を選びましたか？ねベルト付き。ベルト付きそこ大事。そこ大事なの。あとはスカート。あ、スカートね。確かにしーちゃんは絶対スカート。あとはチャンピオンです。やった。もう言っちゃったけど、もう言っちゃったじゃん。やっぱチャンピオン私めちゃくちゃ好きなんですか？いいよ、もう言っちゃって。いいんだよ怖い。なんでいいんだよ、いいんだよ、もう言っちゃって。しほちゃんの好きなチャンピオン選んだんだよね。しほちゃんそういえばチャンピオンが好きなんだよね。大好きです。はい、 I love you。 I love you です。 I love you。 はい、じゃあ早速どっちから。B、リミから。じゃあ B、 リミからしーちゃんに。うん、はい、じゃあリミがどんな服を選んだか。もう見えてるじゃん。はい、じゃあ1枚ずつまず上から広げてみて。さっきチャンピオンで言ってたのこれかな。ここがね、チャンピオン、なんか赤一色って珍しいね、このチャンピオン。でも可愛いよね。可愛い。え、これってチャンピオンって書いてあるの？そうだよ、チャンピオンって書いてある。で、ね、チャンピオン、あのタグちょっと取れちゃったんだよね。取っちゃったの、間違えて。ママね、自分の役も買ってね、間違えてね、しほちゃんの この2着ね、ちょっとタグ取っちゃったんですけど、はい、値段が1200円でした。はい、あの上この T シャツ、チャンピオンの T シャツ1200円でした。安くない？安いよね。はい、じゃあ次下。わー、しほちゃん好きそうなこの前ボタンといいスカートといい、このベルト付き、しほちゃん好きそうだね。これが1500円ベルト付きで、安いよね。安いね。どう、しーちゃん。私これめちゃくちゃ気に入ったんだけど。気に入った？すごい、しほちゃんの好きそうな形だよね。うん、このスカートといい、チャンピオンの T シャツとも好きだしね。どうですか、気に入りましたか？気に入りました。はい、じゃあ後でね、着てもらいましょう。こういうような感じになるそうです。こうね、しほちゃん上を絶対入れるから、こんな感じで着るそうです。はい、はい、じゃあ次は私がリミの服を選びます。せーの、じゃーん、こんな感じ。ピーナッツ。ピーナッツなんでピーナッツ？ピーナッツ。なんでピーナッツ？ピーナッツ。ノーリミこれ。わー、なんか。ピーナッツって。じゃあまず上から見てみましょうか。上はですね、こちらです。わー、これしほちゃんが好きそうですね。まずね、あの上のね、レースに、なんか本当にシンプルな、ここにね、文字がついてるが本当に何もない。本当にね、めちゃくちゃシンプルだけど、めちゃくちゃ可愛いウタンプスです。めちゃくちゃ可愛くない？はい、可愛すぎてね、私も欲しいぐらいだったのよ。そうだよね。じゃあ次下は？はい、下はですね、こちらです。
これはなんかしほちゃんが好きそうな感じじゃない？私も実は欲しかったんですけど、私のサイズがなかったので意味だけにしました。はい。こちらがですね、あのりんちゃんが大好きなロングスカートで、うん、ラインが入ってんだね。ラインが入ってかわいい。めちゃくちゃかわいいんですよ。それで、うん、ベルト付きで、うん、あのね、うん、こういう簡単なやつ、ね、こういう簡単なね、ベルトなんです。今こういうの流行ってるよね。そう、かわいい。いいんじゃない？っていうか、しほちゃんの好みっぽいけど、こっちも。それいくらですか？このスカート。こっちはまだ値札ついてたよね。こちらは1900円でございます。ちなみにさっきのは1500円でした。はい。かわいい。どう？じゃあちょっと合わせてみようか、さっきに。うん。ねえ、インしちゃダメ？ダメ。あ、しほちゃんじゃなくてりみちゃんインしないの？ねえ、できた。お、上手上手。でもちょっとインした感じにするとこんな感じだそうです。あ、いいじゃん、かわいい。ね、めちゃくちゃかわいくない？これ、うん。あ、いいじゃん、いいじゃん、しほちゃん。でもリミはインしないってことで、うん、でもリミベルトもしないように。そうするとね、こうなっちゃうんだよね。まあこれでもね、これ丈短いからね、このトップスね、めっちゃね。気に入った？じゃあ見て、なんかぐにょぐにょ。うん、じゃあお互い着てみたいと思います。はいはい、じゃあ着替えましょう。はい、はい、着替えました。こんな感じ、いいじゃん。リミッチ、あ、ブル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 。お、いいじゃん。しほちゃんどうですか、着心地は？私これめっちゃ気に入りました。しほちゃんっぽい。リミは？リミはなんかしほちゃんのスカートっぽいけど。でもリミもこういうのよく着てるよね。どう？どう？着心地。入れる。あ、じゃあ、ちょっと出してみよっか。しほちゃん的にはこうやって着るんだけど、あ、そうそうそう。じゃあ上をちょっと出してみると、こんな感じ。あ、あ、これが一気にリミっぽくなりました。やっぱりリミちゃんこうだね。リミこうだね。うん。ベルトぐらいだな。あ、ベルトも取っちゃってもいいかもね。じゃあね、そこね。別にリミちゃんはね。ベルトはしとくね。うん、はい、いいじゃん。いいね。リミっぽくなった、一気に。一気にリミだね。リミのいつもの格好だね、これは。いつも本当こんな感じだよね。今度本当ね、1週間コーデね、したいと思います。もうリミちゃんの毎日のコーデをみんなに見せたいです。あれ、それ昨日も着てたっていうね。ような本当ね、変わり映えのないね。一応違う服なんだけど、そう、なんか似たようなのばっかり着てるんですよ。これがまた、そう、デニムのさ、ズボンとさ、うん、なんかそう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 、ここにボタンがついてるやつさ、うん、ここにリボンがついてるやつ、そう、とにかく似たようなめちゃくちゃ似てるのが多いんですよ ね、 ね、若干違うんだけど、だいたいこうシルエット的には今の感じです。しほちゃんはほんとね、バラエティに飛んでるのかもしれないけどね。バラエティはい、じゃあ今度ね、ぜひね、1週間コーデをしましょう。はい、ね、皆さんもね、よかったらね、チャンネル登録をして待っててください。あ、しほちゃん、汚な、汚はい、じゃあ今回はお互いのね、服をね、島村でコーディネートしてみたというね、はい、動画でした。めちゃくちゃ気に入りました、ね、これは学校用なのでね、学校にね、着ていきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ挨拶お願いします。それではバイバイ。というわけで今回はバイバイ。バイバイ。はい、バイバイ。いや、ちょっと待って、え、待って、何？リミの一発ギャグお願いします。絶対に面白くないけど、いいよ、面白くなかったらカットするから。いい？いいよ。ふちょんがふちょんがはい、ちーん。グミペアそんじいらおやつが甘い。